青い空、青い海。はぁ、霊夢、どうしたもこうしたもないわよ。今年の夏に沖縄に行くために飛行機まで予約してたのにコロナのせいで行けなくなってキャンセルよ。結局秋が来ちゃうじゃないの。冬になって収束したらまた行けばいいじゃないか。沖縄は比較的冬は飛行機代も安いんだぞ。沖縄ってやっぱり、夏に行って泳ぎたいじゃない？冬に行って何をすればいいのかしら。沖縄の世界遺産、グスクを見ることだな。ちょっと、さすがの私でも学校指定のを着て海に入らないわよ。それはスク水だな。スク水じゃなくてグスク。グスクっていうのは、琉球の言葉で、城や信仰の場所のことなんだ。初めて聞いたわ。そこは文化的な何かの跡地なのかしら。そうなんだぜ。グスクは国指定の史跡に登録されている場所も多く、2000年に日本で11件目の世界遺産として、琉球王国のグスク及び関連遺産群という名前で登録されているんだ。せっかくなので、今回は、この世界遺産について説明しようか。まずはこの世界遺産の構成要素の説明からだ。沖縄県に点在する次の9資産から構成される、今帰仁城跡、座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、その辺滝石門、玉生分、式名園、西方滝。私たちが読み上げる教育にウプ主が大変な思いをしたそうよ。世界遺産になる前からだと1972年にアメリカから日本に沖縄県が返還され本土復帰したと同時に、玉生分、その辺滝石門が重要文化財に、今帰仁城跡、座喜味城跡、中城城跡、勝連城跡、首里城跡、玉生分、西方滝が史跡に指定されて、1976年には、式名園が名称に登録されているんだ。世界遺産に登録されるためには、その国内で文化財保護がされていることが前提よ。だから、建物は重要文化財または国宝、場所としては史跡または特別史跡、景観としては名勝または特別名勝にも登録されて、文化財保護法で守られている必要があるわ。その点は世界遺産の暫定リストに載った時点でクリアされているわね。文化庁指定文化財カテゴリだと、重要伝統的建造物群保存地区や重要文化的景観などもあるんだ。ただ、今回の世界遺産は、史跡カテゴリで保護されているものが多そうね。そうなんだぜ。この世界遺産の特徴としては、建物としてというよりも、史跡または名称が多く登録されていることなんだ。もともとは建物だったけど、沖縄ならではの石造りの城や聖地が現在まで残されていることが特徴なんだ。中国、韓国、東南アジアと日本との仲介貿易で大きな役割を演じた14世紀後半から18世紀末の間の琉球王国の特徴を表す文化遺産群として登録されたんだ。日本建築は木材が多いから現存するものは少ないけど、石造りだと後世まで残るからいいわよね。壊すのが大変だったのもあるかもしれないけど、ところで、首里城は去年消失してしまったようだけど、これは世界遺産構成要素から消えてしまってはいないのかしら。当時の文部科学副大臣が、国連教育科学文化機関、ユネスコ、本部でロスラー世界遺産センター長と会談し、正殿が消失した首里城跡の世界遺産登録を抹消しない方針を確認した。首里城跡？あとってことは史跡としての性質の方が評価されてってことかしら。そうなんだぜ。2019年に消失した首里城正殿。正殿は太平洋戦争で焼けてしまっていたものを、1992年に再建したものなんだ。いくら跡地とはいえ、国立大学を史跡の真上に建てるってのもすごい話よね。ところでこの琉球王国のグスク及び関連遺産群の世界遺産登録基準は何が当てはまったのかしら。今回は、2、3、6が該当する。2、人間的価値の交流。3、文化的伝統、文明。6、顕著で普遍的な出来事に関連、よね。現存している建物がほとんど含まれていないから、1、見た目と創造的天才。4、建築様式。5、伝統集落が該当しないのはなんとなく理解できるわね。海外のユネスコのホームページに条件適用の理由が記載されているから説明する。2、数世紀の間、琉球列島は東南アジア、中国、韓国、日本間の経済的、文化的交流の中心地として機能し、これは現存するモニュメントによってはっきりと示されている。3、琉球王国の文化は、特別な政治的及び経済的環境の中で発展し、繁栄し、その文化に独特の質を与えた。6、琉球の聖地は、他の確立された世界の宗教と共に現代まで無傷で生き残った先住民の自然と先祖崇拝の例外的な例を構成する。もうちょっと意訳できないのかしら。何よ6の例外的な例って、エクセプショナルエグザンプルって書いてるからそれ以外翻訳しようがないんだ。得意な一例、みたいなニュアンスだと思うんだ。登録基準の6に関しては、宗教の聖地や伝播として適用されることが多いんだ。第1回で説明した法有寺も、日本の仏教伝播の先駆けとして6が適用されているんだ。2は、琉球王国の周りの国との文化交流を示していること。3は、琉球王国の独自の文化、文明が花開いたことの証明を表している感じね。そう、世界史的に見ても、琉球王国というかつて存在した国家特有の文化を示す遺産ということで、世界遺産登録に必須となる、顕著で普遍的な価値が認められたということなんだ。日本の中での貴重さというより、世界視点での貴重さという観点で見ても、納得がいくわね。独自性もあるし、神社、仏閣だと日本で他に世界遺産に登録されたものがありすぎて海外の世界遺産登録ジャッジたちは理解が難しいだろうからな。そうなのよ。似たようなものは世界遺産に登録できないルールがあるものね。そもそも日本の世界遺産第1号で日本最強の寺である法隆寺が登録されている以上、他の寺が単体で登録されようとするのは無理ゲーなのよ。彦根城がそれに該当するんだ。1992年から暫定リストに掲載されているのに第1回で日本一の名城、姫路城が登録されたので、姫路城との違いの証明が難しいからその後一度も推薦されてないんだ。とまあ、こんな感じでいつもの世界遺産裏話はいいとして、さっき言った世界遺産の構成資産の説明と行くのぜ。今帰仁城跡、沖縄本島の北部を治めていた北山の王が住んでいた城約1500メートルにも及ぶ城壁が、自然の地形によって作られ、美しい曲線となっているんだ。座喜味城跡、琉球王国ができる時に活躍した後サマル、という人が、北山を監視するために15世紀前半に作ったんだ。切り出した石で組んだアーチ型の石門は、沖縄島に現存する最も古い石門と考えられているんだ。後サマルというのは沖縄で有名よ。飲食店の名前でも使われているのを見たわ。勝連城跡、12から13世紀に作られた城で、沖縄島中部の東海岸一帯を一望できる場所にあるんだ。有力な、味であった、あまわり、という人が住んでいたそうなんだ。おまわりさん、こっちです。おまわりじゃなくてあまわりだからな。続いて、中城城跡、勝連城主の、あまわり、を牽制するために、座喜味城主の後サマル、が、15世紀の前半頃に国王の命令で作った城なんだ。ここの裏手には、チャイナタウンという有名な廃墟ホテルがあったわ。廃墟マニアでは有名だったけど、解体されました。この後は首里城の近くにある物件についてだ。首里城跡、1429年に北山、中山、南山、と呼ばれていた3つの小さな国が統一されて琉球王国となり、その国王が住んでいた城で、政治や文化の中心地だったんだ。建物は現存していないけど、城郭や史跡として登録されているんだ。城郭の地下には旧日本軍の地下壕もあるわ。当然、立ち入り禁止だけどね。正直、首里城の復元よりもこっちの保存も本格的に検討すべきだと思うわ。再建の価値をどう思うかは人それぞれだけど、沖縄戦を語り継ぐ重要な戦争史跡としての側面も大きいと思うのよね。その辺の滝石門、1519年に作られた琉球固有の宗教建築物なんだ。扉を除き全て石造りの門で、後ろにある森は、聖なる地とされており、国王が出かける時に、旅の安全を祈っただろう。玉尾文、琉球王国の王族の墓で、1501年頃作られた。墓は、中室、東室、正室に分かれている、石造りで独特のデザインのお墓なんだ。2018年、建造物として国宝に指定されたんだ。重要文化財から、国宝に昇格したのね。重要文化財の中で、さらに世界的に価値があるものは国宝というカテゴリーになるわ。式名園、1799年に王族の別邸として作られたんだ。保養地として使われただけでなく、大陸の王からの使いの人たちをもてなす場所としても使われた。沖縄県内で唯一の特別名称なんだ。聖ファウ滝、琉球国の宗教的儀礼や自然信仰の場所とされているんだ。国王も何度も訪れたほか、王妃などが国の神事を行う、貴子やおきみの職に就くとき、儀式をここで行ったそうなんだ。以上が構成資産の説明ね。沖縄北部と奄美大島が自然遺産への登録も目指しているから、その動向も注目ね。鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県の沖縄本島北部、国頭村、大宜味村、東村、と西表島の4島からなる自然遺産よ。正直、首里城しか知らない人も多いと思うけど、コロナが収まったら、ぜひ行ってみたいわ。沖縄イコールチュラ海水族館とか、ビーチとかってイメージが多いと思うけど、こういう文化的な史跡の価値を知っておくともっと楽しめるんだ。候補地に選定された理由は、生態系と生物多様性、つまり、登録基準としては9と10が該当することになるわね。9、生態系は、後新世初期、約200万から170万年前までには大陸から隔離し、奄美のクロウサギ、ケナガネズミ、トゲネズミ属、ルリカケス、琉球ヤマガメ、黒岩トカゲモドキ、イボイモリ、ナミエガエル、奄美天南症、奄美スミレ、奄美デンダ、国頭トンボソウ、コケタンポポなどといった依存的な分類群が固有分布すること。10、生物多様性は、IUCN レッドリストで絶滅危惧種、CR、EN、VU、と判定されている分類群として、西表ヤマネコ、奄美のクロウサギ、沖縄トゲネズミ、奄美トゲネズミ、徳之島トゲネズミ、ケナガネズミ、ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ルリカケス、琉球ヤマガメ、ヤエヤマセマルハコガメ、セマルハコガメは種としての判定で2020年現在亜種ヤエヤマセマルハコガメの IUCN レッドリストの判定はない。黒岩トカゲもどき、イボイモリ、沖縄石川ガエル及び奄美石川ガエル。2012年の時点では分割前の石川ガエルとして判定、小型花咲ガエルなどが存在することが挙げられるわ。本来なら2020年6月29日から7月9日に中国、福建省の福州市で開催予定だった第44回世界遺産委員会で推薦されるかどうか決まる予定だったけど、新型コロナウイルス感染症の流行のため開催が中止となったんだ。来年以降に持ち越しね。一体どうなるのかしら。世界遺産の制度が改定されて2020年からは文化遺産、自然遺産を問わず審議対象は一国一県に限られるようになったから、文化遺産候補として推薦されることを目指していた、北海道、北東北を中心とした縄文遺跡群はさらに延期になることになるわね。これは、日本だと自然遺産の候補案件が優先的に審査対象にされることや IUCN 勧告の是正が進んでいることもあったんだぜ。東北の人には申し訳ないけど、確かに日本は文化遺産と自然遺産のバランスが悪いのよね。自然遺産は4つしかないし、だから来年こそは、日本でも2021年小笠原諸島以来の自然遺産が生まれることを楽しみにしていましょう。それではご視聴、ありがとうございました。